日本北海道札幌市厚別区もみ時代もみ時代は北海道札幌市厚別区にある地名。同市の南東端に位置する住宅団地である。広さは241ヘクタールで札幌市内の住宅団地としては最大級である。地域はさらに東西南北の4つに区分される。もみ時代はおおむね南北を長辺とする長方形状をしている。東端には もみじ大通りが走り、おのっぽろ川と札幌テクノパークを挟んで、江別市と接する。西端には、のっぽろ川が流れ、青葉町と接する。南端は、厚別青葉2で、北広島市と接する。北端には、南高2が走り、厚別東と接する。団地を構成するのは、市営住宅や一戸建て住宅であり、特に一戸建て地区には、用途規制が設けられている。 そのため事務所や商店などは地域中央のショッピングセンターなどを5カ所の商業地区に集中しており、その他の場所にはほとんど見られない。もみじ台一帯はかつて白石区厚別町下付幌の一角だった。1968年から団地造成が始まり、1971年から土地と住宅が分譲された。先行する団地であるが,が、 春、青葉町が夏をイメージさせる名称であったため、その流れに沿って、秋にふさわしいもみ時台という名が付けられたのも、同1971年の5月1日であった。1972年12月18日には、地域最初の小学校である、札幌市立もみ時台小学校が開校。以後、児童数の増加に伴い、小学校は4校まで建てられる。 1982年には約28,600人を数えた人口は、その後減少に転じ、2016年には約15,800人までになった。しかしその内訳を見ると、65歳以上の高齢者人口はむしろ増えており、対して児童数の減少が著しい。2010年には小学校のうち2校が平行となっている。2020年1月現在、 高齢化率は48%であり、札幌市内で最も高い。若い世代がもみ時代への居住を避ける理由の一つは、地域に飲食店などがないことにあると見た住民たちは、2017年から建築規制の緩和をしに要請。これを受けて2019年7月に条例が改正され、飲食店などの開業が可能となった。モミ時代を走行する路線バスは、 すべて新札幌バスターミナルと結ばれ、時間帯によっては、札幌駅などへの便もある。路線については、JR 北海道バスは、空き線、もみじ台団地、虹が丘テクノパーク方面、北海道中央バスは白石営業所、もみじ台、森林公園方面を参照。もみじ台南6丁目には1983年8月21日に、 もみじ大バスターミナルが設置され、2018年12月現在、平日1日あたり206便の発着がある。かつて存在した教育施設。ありがとうございます。